暑いね。タオル忘れてきた。すごい。秋仕様に変わってる。うん。おはようございます。この前ありがとうございます。あ、いえいえ、どうぞどうぞ。よかったです、いただいてもらって。おはようございます。一気に登りきらんのやけど。よいしょ。どうぞどうぞ、よかったろ。はーい。よいしょ。あ、立った立った。よいしょ。よいしょ。よいしょ。朝登ると朝日が眩しい。お参りも済んだし、帰りますか。あれ、いない。どこだ。よいしょ、よいしょ。あ、いたいた。ありがとう。こっち側の裏側通れるようになってたね。あ、そうね。なんでこっち閉じてあったんやろうか。苔で滑りそうやったんかな。あ私もちょっと気をつけておかんじゃいけ。苔、うん、って手首折った人やけんね。よし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 。いやー、でもあの手首折った時はさすがにいかんやったね。陶器市直前の、いや、うん、ばあちゃん、じいちゃんはいたけど、ばあちゃんは
亡くなった医者だね。あ、いや違うよ、じいちゃんが亡くなってその直後やったん。四十九日のお参りの前日やったもん。手首骨折で四十九日参加やって、はあ、戻ってきました。これ知っとる翔平さん、東山神社の、あ、映ってしまった。御朱印帳のいろいろあると。誰が書かすと、誰が書くんやろね。さっきの宮田君かな。これバナちゃんの下の下絵はどうかね。こんなんけど焼き物の御朱印もあるね。ここはこれの御朱印帳出せさそうそう、御朱印帳をなくしてしまったのです。東山神社名物、なんとタイミングがいい。ということで14台と、あ、失礼、14台テック東山神社ツアーでした。9月の初め、またしっかりと頑張っていきましょう。またねー。